にちは、カプリショーです。今回はですね、こちらのポットを作っていきたいと思います。裏はこんな感じです。深さのある作品です。それでは早速作っていきます。まずはですね、3等分にしていきます。同じように3等分にしてください。そうしたら、今度は3等分のところをもう一つ半分に折って6等分にしていきます。そうしたらですね、また半分にして、今度は12等分にしていきます。
そしたらですね、今度はここに合わせてここです、線を入れてください。ここに合わせて、そしたらですね、今度は2番目のライン、このラインです。このラインのこの角の反対側に合わせて内側にだけ線を入れます。そうすると、こんな感じになるかと思います。そうしたらですね、このラインの、この線をしっかりつけてください。そうして、こうして合わせます。こちらも同じようにこのように合わせてください。上に折ります。残りも一緒です。
これでポットの完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。